はいはいはい、お金くれる、お金あげるか、お金入れる、マジでサンキュー、ありがとう、ちょうだい、早く、あ、ちょうだい、もう一回下の方行って、下の方、お金くれんの、やった、いくら、お金入れる、いくらいくら、命よなー、あちょっと待って、あら、あらまぁ、あ、やられちゃう、おっさん、そういうのよくないね、新さんやってましたね、のっさんがね、テラちゃんさんをね、ズバッとやってましたね、いや、びっくりしましたね、今俺がね、直してたんですよ、俺が直してたら、のっさんが来て、パッて戻ったら倒れたんで、のっさんやりましたね、これ完全に、まあ、リアクターっていうのが入りました、飛び出します、いや、よくないですね、俺はリアクター左から、真っ向に行きましたよ、いや、ね、だからあれですよ、今ですよ、たった今ですよ、倒れたの、うん、たった今倒れましたよ、たった今切りました、のっちさんが目の前で私の、はい、主人さんは現行犯逮捕です、主人さんがもう切ってる瞬間も見たんで大丈夫です、いや、逆です、逆です、どっちかに犯人がいるってことですね、俺がのっちさんの切ってる瞬間を見たんでね、はい、誰ですか、主人さんと俺ですね、主人さん、主人さん、まあでもなぁ、まあでもだってさっきね、みんなね、みんなわたわた言った時にね、あんなね、説明しながらね、都合よくね、いろいろなるのおかしいじゃないですか。ってことはやっぱもうね、都合よくね、本人のね、これちょっと決めれないからさ、自演だったんじゃないですか、これ、うん、これもうやっぱいい人に入れたいわ、俺、そう、もうだってわかんないもん、しょ、俺はみんなのこと大好きだぜ、いやいい人やな、俺はみんなのこと大好きだぜ、好きって言うだけでそれはいい人なのかどうかは分からない、もうでも好きって言われただけでポイント1個上がっちゃったし、ちょっと値は上がってるな、じゃあこの配信終わったらみんなに甘ギフあげようかな、あ、すぐお金か、おじさんに入れました、おじさんやってないから、ふざけんなよ、金かよ、結局みんな金かよ、もうやだやだ、俺もううるさくてすいません、卒業します、お金ってやだね、みんなお金だ、みんなお金だ、世の中金だ、金だ、よくないよ、いや俺じゃねえよ、世の中金だ、違うよ、そんなことないよ、アバギフには勝てねえや、そんなことないよ、金だけじゃねえぞ、ねえ、お金だけじゃないでな、ほんとそう、ほんと、もう、ひど、見にくいね、あ、なんかあったね、なんかあったんだな、過去にお金で、ボンさんがなんかあったっぽいな、でも、なんか過去にお金あったやつと思えねえ服装してるけどな、なんかこれね、違う違う、浮かれちゃってね、もう浮かれちゃって、浮かれちゃって、どうでもええやみたいになってるわけね、あ、そうね、そうね、違う、40万もらえた、ラッキー、2万、安っ、俺より 2万、俺より安っ、2万、安っ、2万、人選んで金選んでる、2万、違うんかい、違うよ、本当に。マジで、エレクトリカルで発見したんですけど、僕はちょっとあんまり覚えてないな。2万、うん、まあ2万ですね。はい、2万。どういうこと？何が？エレクトリカルで死体発見したんですけど、あんまり。
なんか誰かいたんですけど何も覚えてない。世の中金かよやっぱり。絶対甘木夫の時代やってるだろ。どうなってんのよ。どうしたの。マジで金なんだ。犯人教えてくれたら3万あげます。3万ですか。え、犯人ボンチュールって書いてました、はい、だって3万だね。あいつ2万で俺のこと買おうとしましたよ今。すごい。おい、すぐ願えんな。あれの行き来がすごい。なんて汚い。3万って言われても3万って言われたらね、やっぱ3万になっちゃうでしょ。早かったな。早いです。安心してください。じゃあ入れます。ボンちゃん、今日今の試合でいくら稼いだん。5万と天城府だから、ね、天城府のさ、天城市だよ。5万と天城府ってじゃあ2万あげるわ。5万になったわ。生々しいお金でやってる言わないで。生きてこの船を出るぞ。すごい、もっと高いぞ。エスポワールみたいなこと言ってる。5万だから今やられてくれたのみたいな。楽しいな。なんて世界だ。俺の中ではね、あの世界になっちまった。絶対生きて帰んなきゃ。ノッツさんから2万なってよかった。3万森本さん、待ってくれ。俺が守ってやる。あ、いいよ、これだ。俺が一緒にいてやるから。ノッツさん、それ出したぜ。保険だよ、保険。僕は40万もらえます。これ、キラッチ保険だ。ヤンバイクやるよ。3ドルームに安く使ってしまいました。だいぶ下げたもんな。だいぶ安く使ってしまったもんな。一人に対してだいぶ安く使ってしまいました。差が激しいもん。差がありすぎやもん。ガブっぽいくんです。初なのよ。もうノッツさん行くしかないです。これはもう、あとはその4人の中。あ、でもノッツさんもしかすると次釣られる可能性があるんで。あ、ノッツさん以外行ける。ノッツさん以外行った方がいいです。カメラここにいるんで。やばい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 。そう、身をもって証明してくれた。これ乗りますかね。僕は見えてましたけど、みんなどうでした今。いや、でもこれでもめっちゃ誰なんですかマジで。いや、でも中村さん死んだの、これめっちゃ良くないですか。これ死んだから新さんだって証明されたから。そう、新さんが確定になって、あと一人しかいない。これでもボンジュルさんも確定だから、この中の一人で。ビオラさんはさっきの4人の中になかったんで。この状況下でめっちゃ冷静だな。ビオラさんは絶対違う。ね、グッチグチなのよう冷静に分析できん。分かったしてたけど、森本さんのように見えますね。中町さんがここで死んだんだろう。主人さんが確定する。だから本当、僕って矢吹さんじゃないですか。だから矢吹。いや、私本当何もやってないです。矢吹ジョーク。ママはやばい。ママはおい、誰が吹き矢やねんな。おい、わかんないな、もうさ。いや、もう明日のジョーみたいになってる。矢吹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 ジョー。ほぼ矢吹ジョーやねん、それは。矢吹ジョー、明日のジョーやね。明日のジョーだ。それはもう明日のジョーだ。むしろもらいたいぐらい。めちゃくちゃおもろい。もらいに行くためのキルだったのか、じゃあ今。そういうことか。なあ、おもろ。だから今回は逮捕です。今回はね、逮捕。気合入ってんな、ポンズ。大丈夫だろ。もろすぎだわ。よしよし、ナイス。ジジジジ、おい、ナイス。おい、ゲストの名前間違えんな。おい、矢吹て矢吹。